こんにちは、スポーツアナウンサーの織手健一です。自分のプレーをスポーツ中継風に実況しているスプラトゥーン2、ハコフグ倉庫でのガチアサリでいってみましょう。さあ、まずは初動ですけれども、いろんな初動の取り方があって、一気に前線前に行くか、それとも塗りを確保しながら相手の出方を伺うかと。まあやっぱりそういう初動がいいと思ってやっていても、裏を取られるようなね、それじゃダメだということもあって、本当にスプラトゥーンの初動取りっていうのはセオリーというのはないんですよね。まあ味方も今回はうまく取ってくれておりますが、さあここでまた押し返されると危ないというところですが、カーリングボムが投げられていますが、なんとか塗りは確保しているという状況。これならば相手も自在には動けないというところで、相手3落ちという状況。さあこちらアサリが24ということで、さあガチアサリを作れるような状況ではありますけれども、さあガチアサリ作りました。あと17どっかにあるわけなんですけど、ロットを手前に来ていた。ローラーだ、ローラーが来てる、ローラーが来てる、ローラーかわしてかわして、チャージャー抜いてくれました。その代わりに味方ガチアサリもう一つ作ってくれまして、サイドから抜けて濡れている、シュート、1本目。さあこれで20カウントを取っています。来るかどうかというところ、かわしてかわして、さすがにローラーにやられてしまいましたが、まあ、この辺り自分が粘っていて、さらにという感じではあったんですけれども、さあこれでバリア戻りました。ペナルティ10ついています。さあ今度は相手のターンとなりそうですから、相手の位置潜伏してないかどうかを確認しながら、さあガチアサリが前方右から来ているが、正面から来るか、さらに右側の通路から来るかというところで、右側の通路から来ているようだ。落とせるか、落とした、ああ落としたか。いや、しかし後ろから行っている相手がいましたが、これはまた別の味方が落としてくれています。いやー、よく読めていますね。しかしガチアサリをもう一回捕まえられて、これはどうだ、落としました。ナイス味方です。さあこれでこのガチアサリを消せば互角という状況で、さあまたアサリを貯めるターンに入っていきます。さあこちらの方がアサリが4、向こうが8ということで、ガチアサリは向こうの方ができるでしょうか。さあこれでサイドにいる、左にいるぞ、この左を落とせるかどうかというところで、いやさらにスライドでかわす、かわしきりました。前方にいます、この前方、いや左にいるぞ、この左を落とした、よく見ていた。さあこのガチアサリを守りましょう。これをまた持っていかれると良くないので、ポイズンミスト、掴まれたがこれも落とす、ポイズンミストが効いていました。そしてここはマルチミサイル、よく避けた。やはりこの辺り相手の動きを冷静に考えながら、位置を確認しながら動いていますので、さほど無理な状況は作っていませんね。いろいろと負けたということで勉強もしています。はい、スライドスライド、落とせるかどうかというところ、射程がちょっと遠くなってしまいました。一旦間合いを開けます。いや、この辺りもよくやってますよね、我ながら。さあまたカーリングボムが投げられている中で、相手が少し詰めてきているというところ、一旦高台に登るか、いや中央をもう一回取りに行きます。ここにいるぞ、どうだ、また距離を取って、さあ左か右かどっちから来る、一旦高台に登って、あ、これはロボットボムを投げられたが、まだ奥の方にいますね。さあまだここは相手の出方を確認しながら、一人スーパージャンプで飛んできているが、また相手のロボットボムも来ている中で、一旦ここでインクを回復させてからまた塗っていく、前にいるこの前の相手を落とせるかどうかというところですが、ちょっと無理だ。無理をしないで自分たちの動ける範囲を作っていきます。さあガチアサリ相手できていますが、このガチアサリをどうするか、これはもう味方に任せるということで、こちらはさあこのローラー落としたらでかいぞ。そしてここ2つ取ってガチアサリを作って、さあまた左のサイドから行って、ここに一旦雨降らしを流し込んで、発動されたのを確認してから、あ、誰もいなかった、2本目のシュート。さあこちらバリアを壊して、今日は2本目のシュート、自分自身が決めているといういい形ですよ。さあそして味方のガチアサリがまた生まれている。さあアサリを拾って、なるべく近づいていきたいというところではありますが、ここは無理をしないでアサリを貯めていく。相手もまだガチアサリができていないという状況、今できました。さあこのガチアサリを止めに行くかどうかというところ、これも相手に任せますか、どうだ。中央の塗りを良くしてから落としてくれています。いや味方が助けてくれている。そして自分も帰りながら、ここで壊されました。さあ他の相手が来ていないかどうかを確認しながら、マルチミサイル、これをかわしてかわして、さあいい形で前にあるぞ。あと2つ、あと1つ拾ってバリをちょうど戻したところ、また同じような形取れるかどうか。今日はこの試合を2つ目、2つガチアセルを決めているというところ、アセルのシュートを決めているというところですが、さあ相手そして味方の動きを確認しながら、アメフラシを発動、もう一度左から行く、ここにポイズンミスト、相手も分かっていましたが1枚渡った。そしてこれはかわして3つ目、今日3つ目のシュート。そしてもう1人相手も来ているか、
いや今日は自分自身で3つシュートを決めているという、これはいい動きをしている。さあここでも粘れるかどうかというところですが、これは無理でした。さああっという間に残り時間は8秒となっている。さあこれで相手のガチアサリが生まれて、これを守りきれば勝ちということになります。ただまだ油断はできません。相手のガチアサリがこれ3つくらいできてくると分かりませんからね。さあその前に相手のガチアサリを潰しておきたい。さあシャトルへ入ってきた、ローラーを落とした、相打ちにしましたが大丈夫、ガチアサリを落としています。あとはこれを味方が守ってくれれば勝ちということになりますが、それにしても自分がシュートを3つ入れるという、まあ、この辺りはいい立ち回りでしたね、ジガジさんですけれどもね、まあ、相手の動きを見ながら、どうするかというところを非常に考えながら、最近負けが続いていたのでそんなことを考えるようになったガチアサリ、まずは第一試合ということですが、そのあたりがうまくはまったでしょうか、味方がよく相手を落としてくれているというところもあったでしょうかね。まあ、とにもかくにも1戦目は自分の中でも納得できるという勝ち方で2戦目に行ってみましょう。2戦目は縁側河川敷でのガチアサリ戦。1戦目はね、自分でもいい動きをしてるなということで、本当にもうホクホクとした気持ちで2戦目に臨めるというところですが、さあ初動です。相手の武器はブラスターが1人ですので、これ注意したいですね、遠くから狙われないように。あとはザップが2人ですね、あとマニューバーが来るというところで、比較的こちらの武器とまあ似ているような感じでしょうかね。こちらプライムシュートありますから、なんとか後ろから背後からで助けてほしいというところですが、さあまずはこの中央付近からやや相手の方が右状況いいというところですが、これを味方相手の位置をかわしながら右にいる、この右で落とせない、来ていなかった。一旦まだ高台に登って左の敵、これは無理だ、前にブラスターがいるぞ、上がってくるか、上がってこない、上がってこないままちょっと塗りを良くしながらブラスターがいる、このブラスターの射程には要注意、もう一度塗っていく、ここを突破されないような塗り。さあここで相手が、あーこれブラスター来てる、このブラスターの距離をつけたいところだったんですが、登れませんでした。壁を使って登りたかったんですけどね、登れませんでした。さあこれで相手のあたりが21、ガチアサリ2つ分溜まっています。こちらガチアサリ1つ分というところで、どちらがアサリを集めてガチアサリにするかどうかというところ。さあ味方ガチアサリ画面の奥で作っています。ただちょっといけるかどうかというところ、ここでまたガラ空きにすると相手がまた押し込んでくるという状況、あーここはやられてしまった。さあクローズアップにやられて、かなりこの味方のこの辺りを塗られていますから、ここを一旦カバーしておきたいが、相手ガチアサリがまだできていないというのがちょっとこれはもったいない状況ですね。ここが今濡れている分、相手も来たいところだったんですけれども、相手も来たいところだったんですが、さあ味方の方がうまくガチアサリを作ってくれているならば、この辺り突破されないようにポイズンミストで足止めをしていく。さあこれは画面の左から来るか、ここから来るかどうかというところ、潜伏してきた、しました。もう一回来てますが、今度は右から画面の奥ですが、まだ遠いところだ、これは相手はまだ遠いところなので有利ですが、ただ味方もうまく運んでてくれないというところで、バリアを壊された、ノーマークでした。まだ右にいるぞ、これを落としておきたい、まだ遠く逃げていくところ、結局逃げられてしまった。その間にマニューバーかなんか、ここに今いる、あバリア戻しましたが、ちょっとここ立ち当たり相手にね、囲まれてしまっていたというところがありましたが、さあしかしガチアサリが2つできている、ただ1つはもう点滅しているという状況ですが、1つあまだ持っていますね。さあその間にアメフラシも溜まっているので、アメフラシをうまく使いながらというところですが、挟まれた、塗りを回復してまだ余裕はあります。残り2分半でアサリを1つ、ガチアサリ1つとアサリ1個入れて逆転という状況ですね。さあ味方敵両方とも、ああこれはうまくガチアサリを入れてくれました。さあその間に1つ入れてくれると助かるんですが、1つ入れてくれると勝てるんですが、どうでしょうか、入れてくれるか、いやアサリを持っていないか、アサリを持っていなかった。さあここを必死に守りたいというところで守れるかどうか、ガチアサリをここで守りたい、ここは入られてしまった。さあ相手リードという状況で、ああここはうまく落とした。さあこれ以上アサリは入れられたくはありませんが、ああヒールが来ている、9番ボムをかわしながらバリアを戻して、相手ガチアサリできている、味方はどうだ、味方もアサリが今味方ゴール前にあるという状況ですね。ではまずここのアサリを落としたいが、相手ブラスターだ、ブラスターの射程距離は要注意というところで、まだいるぞ、
まだあそこで待っている。さあここでマンジェル、どうだ、落とせるか。さあここは相手が逃げた方向が味方、こちら側の塗りゾーンでした。これは足場取られてしまう。さあこれでガチあたり味方まだ一つ持っている中で雨フラッシュを発動。あーちょっと落ちたか。さあそこのガチャ揃ったならば自分が取れるかどうか。さあさらに来てる、バブルランチャー、バブルランチャー、これ割れるかどうか。割りたいところ、割った。さあこれでシュート決めた。バリア壊した。一つ足りない、一つ足りない。誰か入れてほしい、誰か入れてほしい。入った、カウントリード。押し切りました。うまくスペシャルも使って逆転をしています。さあ残りは1分。ただまだ予断は許せないという状況。今度は相手にガチャ遊びが溜まっているという中、相手18ですからね。さあここでどうだ、止められるか。止められた、ゆき。これは射程も、あ、マニューバー同士でしたか。ただこちらスパッタリー級なんでちょっと射程短かったか。よくこらえた、よく落とした。さあ残りは間もなく40秒というところで、あのガチアサリを落としたいが右から来ている。さあポイズミショがちょっと水の中入ってしまった。さあどこから来るか。そしてマルチミサイルをかわしてかわして、さああれを味方はに任せるか、戻れるかどうかというところで、ポイズミスト。さあ前からも来ている、この前からまた同じように上から来ているか。さあ上から来ているならばここを止めたいというか、カウントリードされてしまった。守りきれなかった。残り17秒、ここを落とす。いやー、ここはこちらがマークしていたんですが、反対側の方落としきれませんでした。残りは7秒。さあこれアサリを持って延長戦という形になりますかどうか。いやー、ここまでの手狙われている。さあ延長に入りました。ガチアサリ運んでいると、どうだ、入ったか。バリア壊した、壊したが、あと自分は落ちてしまった。切れられるかどうかというところで、どうだ、運べるかどうか。かなり押しているが、スーパージャンプで残りは少なくなっている時間ですが、どうだ、決まるか。バリア戻された。あそこで自分が水に落ちてしまったというところが、逆転への望みを絶たれたという瞬間だったでしょうか。痛いところで操作ミス。ああいうの、あのマンタマリア号でもああいう地形があるんですが、苦手ですよね。よく落ちてますもんね。いや、ここぞというところでもやってしまった。勝てたかもしれなかったこの第2戦敗退で1勝1敗。さあ3戦目です。3戦目も縁側河川敷でのガチ当たりです。先ほどはあれは勝てたかもしれないなという状況でしたからね。さあこちら、おお、長距離が揃ったという感じですね。さあまずは初動ですが、ちょっと距離をうまく保っていかないと、あっという間に全落ちということも考えられそうな初動ですが、さあ乗ってきている。ここで一旦ポイズンミストは打たない。さあ位置を確認して右にいる。左はどうだ、左上から登られてしまった。さあここに投げられた、スプラッシュボム投げられて、さあゴール前荒らされ始めた。ここを止めたいというところですが、ここに帰ってきて画面の奥いますね。あれを落としたいというところですが、何どうするか。一旦ポイズンミスト足止めをして落ちていきました。大成功。さあこれでまずはこちらの塗りを確保してから、相手も3落ちまで行ってましたもんね。さあこれで今度はこちらのターンとなりそうだ。アメフラッシュも溜まっている。投げ込んで落とす、あ、やられてしまったが、まだ大丈夫。ここでアメフラッシュを発動させて相手を弱らせながらスプラッシュボムが来た。スプラッシュボムに今回はやれまくっている。あ、これはダメだ、狙っていたがゴールを捉えていない。いやー、もったいなかった。押し切ったという感じであったんですが、まだ下に持てる。いや、バリア壊しました。前にうまく詰めていた。さあ、あそこに相手がいるという状況で、これを押しやりながら自分はどうするか。一旦高台に登って相手の位置を確認して、どうだ、落とせるかどうだ。落とした。さあそしてバリア戻されました。ちょっとここで時間かかってしまいました。ちょうどこちらにいるので裏取りをするような感じで相手のアサリを落としに行きましょうか。ガチアサリここにいますもんね。まずは一つ落として、ハイトナントかな、落としてから、さあちょっと逃げられているが、これ追いかけていく。追いかけて止めるかどうか。あ、バリアその間に壊してくれた。相手も総力を上げていったところ、逆にこちらカウンターという形でガチアサリを流し込んでいる、押し込んでいる。ただ相手のアサリが23というところですが、ここはすぐに守りに入りたい。さあインプレールが使ってくるところ、落としてくれた。さらに左に敵がいる。この敵を落としたいが、落とした。ここにガチアサリ。さあこれは持っていかれると危ないぞ。まずはこちらが消えて、さあ左にあるガチアサリはどうなんだ。あ、これはもう味方に任せた。その間にアサリを貯めていく。あと4つでガチアサリができるという状況ですが、さあここで来た、倒した。相手の場合にうまく入っていきました。さあそして追いかける、またスプラッシュボム、これはかわした、ゆうち。
フラッシュボムからかわしましたけれども相打ちという形になった。さあ残りは2分40秒、アサリの数はこちら4、相手が今3という4になりましたかという状況ですから、このあたりアサリを貯めながら塗りも確保していきたいという感じですね。さあリードはしていますが、これはただアサリ、ガチアサリ1個とあとアサリ4つくらいですかね。そうしますと相手逆転という形になります。さあ相手のアサリが14、15と溜まっている中で、こちらはまだ0、アサリをまた取りたいというところですが、守りながらアサリを取りたい。マルチミサイルがこちらが飛んできてまた塗られている。これを塗り返して、さああの敵を落としたい。どうだ、落とした。2対1で挟みました。さあそしてまた塗り状況を良くしながら、どうだ、奥に投げるがあそこにはいなさそうだ。ただしかし右をマーク、ただ前、左か、左から来ているというこのスプラッシュボムは要注意。今日はこの試合は2回落とされていますのでね。そしてガチ当たりができたというところ、またインフレールできるかどうかというところで、さあ1つインフレールできたところを落とした、冷静に落とした。そしてもう1人いるところ、これを落とす。さあ2つ連続で落とした。そしてまた味方に任せて、こちらはガチ当たりを作ろうという、ここでガチ当たりを作っておけばちょっとまた有利になるでしょうか。ただまた相手のガチ当たりが2つあるという状況ですからね。2つだとこれはどうだ、逆転ですね。さあここであと1つ壊された。さあ一つ入ってしまうとどうだ、危ないぞ。ここは後ろから当てられるか、あまだいる。どうだ、かわしてかわして落とした。あっと決められた、カウントリード、守りきれない。さあ今度はこちらがガチャッサリを作っておきまして、これでどうだ、相手がまずここをしのいで、あ戻ってこのガチャッサリが入って、あ入ってアサリ4つですね。さあちょっと行き過ぎたか、焦ってしまったか。このあさりガチアサリを入れて4つ入れれば逆転という感じだったんですが、さあガチアサリができている。残り10というところでバリア壊した。さああと1つでも入れれば大丈夫という状況だ。あと1つ、さあここでスーパージャンプで飛んでみるか、どこに飛ぶ、左側、ここに味方が残ってくれていた。さあこれで、あ戻されてしまった。残り40秒、入れればどうだ、入れれば逆転という状況ですね。入れれば逆転という状況で、アインクレールだ、これ狙われているぞ、どうだ、無理だ、狙われていた。残り30秒、焦ってしまったか。しかしまだ塗り状況は良さそうだ。さあここで押し切ることができるかどうか。残り25秒、ガチアサリを入れたいというところですが、ガチアサリが消えてしまう。さあ作りたい、残り17秒で、7つ、さあこれで必死に自分でも集めていく。さあどうだ、ここでガチアサリができなければ負けだ。残り10秒というところで、残り10秒でどうだ、残り6つのガチアサリを集められるかどうかというところですが、どうだ、落とされた。バニックユース、これもまたもったいない負け方をしました。あそこのインクレールですね、インクレール、相手の動きを見ながらブラスターのショットをかわしてシュート決めればというところだったんですけれどね、これもちょっと焦りが生んだかというところ。いやーガチアサリ今回非常に惜しいという負けがあったという形となってしまいました。という感じで毎日スプラトゥーン2の実況動画を上げています。通知を出して受け取ってください。チャンネル登録お願いします。そして高評価もぜひお願いします。だいぶ分かってきたというか、慣れてきたというかね、あんまり焦っちゃいけないというか、今日の教訓ですね。では他の動画でまたお会いしましょう。